これを見て驚かない人はいない。フィリピンモアルボアルのイワシ玉。2週間前とは打って変わって突然人が戻ってきた成田国際空港。この1週間前に日本ではマスクが解禁となりましたが、フィリピン航空の機内ではまだマスクを着用しなければなりません。今回は横一列を僕らのチームで占めることができました。飛び立ったばかりだというのに隣の人はもう寝ています。機内食は洋食がポークのトマト煮とマッシュポテト、和食がチキンの照り焼きでした。しまった、OK ね。さすがに無理だな。食べるところを撮ろうとしたのですが、カメラをセットする場所がなく諦めました。動画ではどんな色に映ってるかちょっと分かりませんが、今夕日がもう毒々しいぐらいに真っ赤です。ちょっと幻想的な夕焼けですね。5時間ほどのフライトでマクタンセブ国際空港に着陸しました。なんかすごい綺麗になってます。こんなの見た記憶がないです。なんかデパートみたいになってるし。よくセブ空港と呼ばれますが、実際にはセブ島の隣の小さな島マクタン島にあります。もう何度も何気なく利用してきましたが、実はこのマクタン島、歴史的な大事件があった島なんですね。大航海時代、マゼランが世界一周の途上で命を落とした場所なのです。暑い。外気はむわっとしてものすごく暑いです。現地の送迎スタッフと合流しました。スタッフではなく押し売りポーターでした。知っていたのですが、久しぶりのフィリピンなのですっかり忘れていました。ここはマクタン島とセブ島を結ぶ橋の上です。マゼランは60名の兵を率いセブ島からマクタン島に攻め入りましたが、そこで1500の軍勢に待ち伏せされ命を落としました。今マクタン島のセブ島に面したあたり、この橋のたもとのあたり一帯はマゼランを討ち取った王様の名前を取り、ラプラプという町になっています。フィリピンは世界的な投資の対象国となっており、たくさんの大きなビルの建設ラッシュに沸いています。こんな大きなカジノが最近できたようです。前回来た時にはなかったと思います。シティオブタクス、なんだいこりゃ。またもや謎の建物。これもカジノかな。なんとこれはタリサイ市の市庁舎です。フィリピンといえばこのジプニーと呼ばれるミニバスです。相変わらず元気に走り回っています。モアルボアルはセブ島の南西側にある観光地で、空港から車で3時間ほどかかります。ホテルに到着したのは夜の11時。
部屋は雰囲気満点。家具は竹細工のもので統一されています。エアコンにサーキュレーターもついています。トイレとシャワーがついてます。ちょろちょろ上路ぐらいの水量。お湯はあったかい。なんか、まあ、捉えようか。荷物をほどきます。これは仮面ダイバー変身セット。ウエットスーツに着替え類。メッシュバッグには BCD とレギュレーターが入っています。フィン、マスクといったダイビング用の機材はメッシュバッグに入れて外に出しておけば明朝現地ショップが回収してくれます。一番の荷物になるのがこのカメラのハウジング。カバンが大きい割に中身はこの程度です。撮影用の機材はリュックに、アクションカメラの装備はウエストバッグに入れています。この人は荷物をほどきもしないでもう寝ています。寝る時もマスクは外さない主義のようです。部屋の目の前はもうすぐに海です。これがホテルの正面。右手に通用口があり、この扉を入ったところの3部屋を僕らが使います。一応スイートルームということになっているようです。ホテル正面から今度は左手を入っていくと、このホテルの食堂へ出ます。やっぱり要はここなんだ。最初行った時定食頼んでお味噌汁もついてるはずなのに、あなたのだけ透明なのをしたの。お吸い物だった。確かすいません、ウエーター呼んで僕が味噌が入ってないですで言おうとしたら脳味噌、脳味噌、脳味噌って、それは歌詞英語ペラペラだよね。間違ってない気がする、ね。朝食はアメリカン、フィリピン、コンチネンタルなど5種類から選ぶことができます。これはアメリカンスタイル、こちらがフィリピンスタイルです。映えないよね、これはご飯バージョンですね。色がない、ご飯やっぱり少し細長いね、お米。こんにちは、こんにちは。ワンちゃんがおねだりに来ました。この子かわいいな。朝食が終わったら現地ショップへ歩いて向かいます。ここの車や。あ、ここは覚えてるで、ここは記憶にある。ここは日本人が経営するお店で、有名人も割と来ているようですね。なんでサインって読めないように書くんですかね。読めるようにしておけば自分の宣伝にもなるのにね。腰までウエットスーツを着てボートへ向かいます。やだ、俺は濡れるのが嫌いなんだ。フィリピンでダイビングといえばバンカーボート。大きめのカヌーの両脇にフロートをつけた船で、大抵日本製トラックのオフルのエンジンを積んでいます。ひー冷てー。船尾のところに見える白い箱はトイレです。ちょっとそれ以上掘られては困る、排水に。よいしょ。出しちゃってください。もうであとウェイトですね、調節しましょう。
海岸線に沿ってこのくらいのところがドロップオフになっており、そこにポイントが並んでいます。セッティングはすべてスタッフがやってくれ、ダイバーはただ座るだけ。タリサイというポイントに入ります。魚の群れがいました。アジのようです。日本ではまず見られない南方系のアジ、テルメアジのようです。岩壁から突き出した海うちわを熱心に見ていますね。これはもしかして、やはりいました、ピグミーシーホースです。従来デニスピグミーシーホースと呼ばれていましたが、近年隠れタツノコという和名がつきました。日本にはいないスズメダイ、ブラックスポットダムゼル。こちらは日本にもいるアオリイカ。そして最近は僕の動画の準レギュラーとなっているアオウミガメくんです。船に上がるときはスタッフが装備を脱がせてくれます。エントリーでもExitでもタンクを背負って一歩だって歩く必要がない。このようなダイビングスタイルをお殿様ダイビングとかお姫様ダイビングと呼んでいます。人件費が安いため大勢スタッフが雇え、バンカーボートだからこそできるフィリピンならではのスタイルです。2本目のポイントはドルフィンハウス。早速何か群れています。これはヘコアユのそっくりさん、ヨロイウオです。こちらは黄金二次銀歩だと思います。おお、花鯉が水の中でも紫色と思ったら、パープルビューティーという別の魚でした。花鯉のそっくりさんです。ここは綺麗なところでした。午前の2本が終わり、現地ショップに戻ります。危ない、危ないよ。今日の昼食は現地ショップのハス向かいのお店にしました。まずは番犬にご挨拶。バナナスムージーがこのサイズです。このナシゴレンとシーフードチャーハンの違いがよ、あまり途中まで多分一緒やね本当やね。まず鳥は取っちゃいましょうか、みんなでね。これがナシゴレン、シーフードチャーハン。これがシーフードチャーハンどこが違うのか分かりません。え、それ、歌詞はそれ何食べる？これがなんとかヌードルってやつ。これがフィリピン名物のパンシットです。パンシットビーフンが一番美味しかったです。シーフードよりもナシゴレンの方が美味しかったな、うん、なぜかほぼ一緒ですけど、肉か魚か。ナシゴレンの方は肉、ちょい味、ちょっと甘い、そんなに濃い味じゃないです。
午後は一本だけ潜ります。ポイントはホテルの目の前、ハウスリーフです。イワシたちです。実はこのイワシの大群はホテルの目の前にいるのです。一般にイワシと言っていますが、正しくはミズンという魚でニシンに近い種類です。ちなみにイワシもニシンの仲間です。ミズンを狙っているのでしょうか。カンパチの群れが足早に通り過ぎていきました。ここからは癒し系です。こちらはアンナウミウシのペア。癒し系の代表格といえば何といってもクマノミ、セジロクマノミです。タツノオトシゴの仲間のヨウジウオの一種です。口が長いように見えるので口長イシヨウジでしょうか。ここでは1日3本、今日のダイビングはこれで終わりです。カメラは塩を抜くために真水を張った水槽につけておきます。右側の水槽はウェットスーツ用です。そこお風呂じゃないっす。古代と一緒やって。あ、洗ってるんですか。はい、洗ってる。トライシクルに乗ってお買い物、町の大きなスーパーへ。小銭くれました。でもお釣りくれないの。あれ、小銭もらってないでしょ。小銭もらいました。小銭くれ。ジンベエさんとも仲良くしてきましたよ。